はい、今回はですね、ポカリスエット、やアクエリアスを、飲みすぎると、これ糖尿病になる、これ可能性があるっていう、こういう話についてちょっと、お話していきたいと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様でですね、 ご存知の方がいらっしゃったら、ごめんなさいっていうことで、申し訳ないんですが、これっていうのは、僕もね、前からちょっと薄々っていうか思うことが ありまして、もしもね、今回、取り上げるコンテンツを、ご存知でなかったら、この話を、今回の話を聞いていただいて、ちょっとね、参考にしていただければっていうようなことを思うんですよ。これっていうのも言い方がちょっとなんて言っていいのか分かんないんですけど、スポーツドリンクっていうものに関して、おそらくこれ日本人を洗脳してますね。長らく昔から、この洗脳活動が、行われていたと、思われる、そういう話について、今回、お話していきたいと思います。ちょっとね、僕もそうですが、リスナー様の、健康に関することなんで、ちょっと役に立ってたらなとかっていうのを思うんで、今回も、よろしくお願いいたします。あまりね、こういったことは語られないのかもしれないんですが、実は、人間の体にはね、スポーツドリンクは危険、っていうような話なんですよ。スポーツをするからいいとか、そういう話ではないんですよね。スポーツをする人は、飲んでいいとか、例えば全くスポーツをしない人がね、やっぱ飲んではいけない。確かにね、スポーツをしてないから、スポーツドリンクってどうなのかって思うんですが、そういったことではなく、もっともっと、手前の段階からね、だいぶおかしいっていう、そういう話なんですが、実はですね、スポーツドリンクっていうものですね、ポカリスエットとかアクエリアスを含む、他にもあると思いますが、こういったものっていうのは人間の体に悪い、っていうことを隠しています。おそらくこれは隠しているんです、意図的にね、リスナー様も飲まれるかもしれないし、僕も、たまに飲みますけど、僕はあんまり正直飲まないようにしてるんですが、飲んだ時にね、スポーツドリンクって甘いなとか思わないと思うんですよ。言ってしまえば、なんていうのかな、炭酸の飲み物ありますね。コーラとかコカ・コーラとかファンタとかスプライトとか、僕美味しいと思うんでそっちの方が好きですけど、そういった飲み物とスポーツドリンクを比べると、スポーツドリンクのさほど、甘さを感じないように、作られているんではないかと、意図的にね、っていうことを思うんですよ。で、これっていうのは、深刻な話ですが、年代で、ご結婚されて、お子様がいらっしゃる、リスナー様、多くいらっしゃると思いますが、その世代によってなんですが、親になっている方がですね、子供に、良かれと思ってスポーツドリンクを、飲ませてしまうっていうことがあるっていうことは分かってるんですが、これ実は子供の体に非常に悪いっていうことを、検証、されているわけですよ。一体、何が どういった形で体に悪いのかと、そしてここにはどういう罠をかけているのかって、そういう話をね、ちょっと真剣に、していきたいと思います。まずですね、このスポーツドリンクの罠、巧みに隠してるっていうことなんですが、これっていうのは、糖分の問題なんですが、パッと見た感じ糖分が素人には分からないような、これは意図的にだか何だか分からないんですが、そういった疑惑が出ます。スポーツドリンクのですね、その成分っていうんですね、何からできているのかっていうのを調べてみると、あるんですが、炭水化物っていう表記が出てくるんですね。で、これっていうのは、調べていくと分かるんですが、炭水化物と、糖質っていうのは扱いが同じなんですよ。つまり炭水化物と歌ってるってことは、これは糖質が入ってるっていうことなんですよね。しかもスポーツドリンクに関してはかなりの糖質が含まれているってことが分かっています。あとですね、これポカリスエットではないんですが、アクエリアスの方ですね、これが分かっていることがありまして、スクラロースっていう人工甘味料が、アクエリアスに使われているんですが、スクラロースっていう人工甘味料はですね、一体どういうものかと、人間ではなく動物に実験した時に動物がですね、流産したっていうことが分かってるんで、これっていうのは果たして人間の体に、安全なのかっていうことが分からない、保証がないんですよ。そういったものが、使われている、スクラロースっていう人工甘味料が、アクエリアスに、使われているっていうことが、分かっていますね。で、こういったことを、研究する専門家の、研究で分かってるんですが、なんと驚くことにですね、ポカリスエットっていうスポーツドリンクにはスティックシュガー10本分と同じ量の砂糖が入ってるっていうことが分かってるんですよ。パッと飲んだ感じそこまで甘くないなって思うかもしれないですが、これっていうのはなんだかその理由は分からないですが、飲みやすいように、そういう口当たりのいい味にしているのか、どうだか分からないですが、このスポーツドリンクっていうものですね、ポカリスエット、アクエリアスを、含むスポーツドリンクっていうのは非常に砂糖が多いということです。
ということを、分からない、隠しているんでしょうね、おそらく、うん、でスポーツドリンクっていうのは人間の体には、危険なんですよ。それも、多分おそらく隠している。そしてそれを知らずに、子供が飲んでしまうとどういったことになるのかっていう話ですね。でこれっていうのはさっきお話ししましたが、リスナー様、僕とかね、まあ、聞いていただいている方の健康に関わるんで、まあ、最後は、まあ、どうしたらいいかという着地点も考えていくんで、もうちょっとねお付き合いいただけると思うんでよろしくお願いします。実はポカリスエットとかアクエリアスっていう、まあ、その砂糖が多く入っている、スポーツドリンクですが、これを子供が飲み続けると、一体どういうことになるのかっていう話なんですね。当然ですがスポーツドリンクを飲み続けると子供の血糖値が上がっていきますね。日本人っていうのは世界 の人種に対して、血糖値を下げる機能が、下がっていると。ヨーロッパの人に比べて日本人っていうのは血糖値を下げる機能が、まあまあ、人種の問題でですね、まあ、ちょっと下がっている、劣っているっていうことが分かってるんですよ。つまり子供の頃からスポーツドリンク、ポカリスエットとかアクエリアスを飲み続けると将来大人になった時糖尿病になる可能性が極めて高いということが、分かってるんですね。しかしこういったものは語られない。なぜか、マーケティングに、差し障るから。おそらく日本ではスポーツドリンクっていうものを、まあ、流行らせようとしている、そういったものを、売らせようとしている、飲ませようとしている、そういったことがあるんでこういったことは、一切、触れないということです。そしてですね、当然ですが、そのマーケティングの路線に沿って考えていかれる、テレビのコマーシャル、そこにですが、こういった巧みに罠を仕掛けてるんで、まあ、リスナー様が思われる、あるいはさっきお話したように、あ、初めてそのことを知ったんだなって思ったら、ね、まあ、参考っていうか、まあ、お考えを書いていただく何かの要因にしていただければと思いますが、テレビに出てくるコマーシャルですが、よく熱中症対策にスポーツドリンクがいいとかっていうことが言われていますが、ここまでの話を考えて、それっていうのは果たして本当なんでしょうか。スポーツドリンクというのは多数の砂糖、糖分が含まれている、明らかにこれは健康にいい飲み物ではないんじゃないかっていう、そういう、疑惑が出ていますし、人間がスポーツドリンクを、飲み続ける、その飲むことが常態化すると急性糖尿病になる可能性が高いということも言われています。そして、悪くなった場合はそのまま、亡くなってしまうということも分かっています。急性糖尿病にならずに、大丈夫だったにしてもスポーツドリンクを飲み続けることによって、どん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 太ってしまう、太りすぎてしまうとか、砂糖が多いってことから、虫歯になってしまう、そういった可能性も非常に高いっていうことです。そして、今回の最後の着地点を考えていきます。アクエリアスやポカリスエット、あとはですねスポーツドリンクを飲み続けると糖尿病になる可能性が高いと、ではどういうことを策として講じたらいいのかって、それを考えていきます。スポーツドリンクですね、ポカリスエット、アクエリアスといったものに関しては糖分がたくさん入っているので、可能な限り飲まない方がいいんですね、健康のことを考えると。アクエリアス、ポカリスエット飲みすぎっていうのは糖尿病に直結する、将来そういった可能性があります。そしてですね、まあ、では何を飲めばいいのかっていうことを考えていくんですが、当然ですが水あるいはお茶がいいってことです。最近はですね水に、まあ、あんまりよからぬものが入ってるっていうことも言われてるんで、可能であれば浄水器をつけた水、あとはですねお茶ですね、それを、飲んだ方がいいってことです。お子様も大人も、同じです。あとですねこれっていうのはびっくりするかもしれないんですが、まあ、今はまあそうでもないのかもしれないですけど、夏、真夏の暑い日に、あ、喉が渇いたなって言った時に、これはもちろんスポーツドリンクではなく、あるいはおよび糖分ではなく、何がいいのかって言ったら塩がいいんですよ。人間の体には塩が必要だっていうことが、分かっているんで、まあ喉が渇いたなっていう夏の暑い日、あとはですね喉が渇いたなっていう時は本当に、まあ、大人はちょっと難しいかもしれないですが、塩を、持って行ってね、汗をかいた時には塩を取ると、それが人間の体にいいっていうことが、ちゃんとこれっていうのが分かってるんですよ。だから例えばこういうことをもし、まあ、ご存知でなかった場合、スポーツドリンクを知らずに飲んでしまうんですが、とても体に良くないんで、スポーツドリンクは体に良くない、ポカリスエット、アクエリアスは体に良くない、飲みすぎると糖尿病になってしまう可能性が高い、まあ、そういったことを、まあ、ちょっと今回ね、お話しさせていただきました。うん、まあ、知ってる方は、まあ、いらっしゃると思うんで、それはすいませんということなんですけど、もし知らない方はね、まあ、こういったところにもね、まあ、思わぬものが隠れていることがありますので、今回のコンテンツをね、まあ、何かしらの参考にしていただければと思いますので、今回は、ここで終わらせていただきたいと思います。皆様いつも聞いていただいて本当ありがとうございます。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。